どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのトッキーです。オクラです。本日の企画は、企業選びで失敗しがちな学生の特徴と原因を企業口コミサイトオープンワーク社長の大沢さんに解説いただきます。日本最大級の社員口コミを基軸とした転職就職プラットフォームオープンワークを運営する代表の大沢と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな有名企業に入ったとしても結構辞めちゃう新卒の方って周りに多いので、この動画ぜひ最後まで見て自分が当てはまりそうにないかをしっかりチェックしていってください。ここで旬ダイアリーからお知らせなんですけれども、現在旬ダイアリーでは就活相談をしたい学生さんだったり、この動画に出演してくださる学生さん募集してます。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。では早速なんですけれども、企業選びで失敗しがちな学生の特徴をちょっと教えていただいてもいいですか。わかりました、はい、オープンワークで就活レポートっていうサービスを始めて、就活終わった先輩たちが就活でやってよかったこと、やらなくてよかったこととかをレポートしてもらうサービスを始めて、ちまったね、エントリーシートの書き方とか、面接でこういうこと聞かれるっていう合格体験記みたいなの多いと思うんですけど、そもそも就活のあり方をこうすべきだみたいな情報って結構少なかったので、それを僕たちコツコツ集め続けてるんですよ。で、今日はそこからですね、24卒ちょうど就活が終わって今働いてる方たちから数千件レポートを集めているので、どういう失敗をしたのかっていうのを少しですね、分析してきたものを今日皆さんにご紹介できればなと。そこから見えてきたのが5つの病気があると。病気？就活で失敗しちゃう5つの病気があるということですね、はい、少しご紹介していければなというふうに思っています。1つ目の病気から、ニーハー病。ニーハー病。人気企業で会社を選ばないと動機が収まらないみたいなちょっとわかる気もするんですよね、これ。こういう病気の人いるんですよ、はい、この企業入ったらモテそうとか、この企業入ったら親が喜びそうとか、そういう視点で選んでいる。これ別に問題ないんですけど、人気企業の定義はちゃんと知っといた方がいいと思います。入ってみたらやっぱ結構違かったって後悔するのは、人気企業ランキングで選んじゃった人が多いんですよね。で、理由がですね、いくつか人気企業ランキングを調べてきて、定義のとこを調べてきたんですね。そもそもこの調査ってどうやってんねんっていうのを調べてきたんですけど、ある企業、昨年の私たちが発表した人気企業ランキングの上位600社から今年もランキングを選出しました。つまり企業って300万社ぐらいあるのに、600社がずっと続いてるだけなんですよ。毎年それでやってるので、ずっと現役をごちゃ混ぜにしてその中でランキング入れ替えてるだけじゃん。でも世の中には新しくすごい伸びてる会社ってどんどん増えてってるじゃないですか、そういう会社入ってないんですよ。その代わりやっぱ名だたる大手企業ばっか並んでるんです。僕はこれは本当の人気企業じゃないよなっていうふうに思ったり、例えばイベント会場で回収をしてたりしてるんですけど、その時点で自由記述で書けって言われても、企業の名前って就活生ってまだ知らないケースが多いじゃないですか。就活始めたてだったら大体テレビ CM で見て、今日の朝コカ・コーラの CM 見たな、コーラコーラって会社ねえよみたいな要は知名度が高い、もしくは採用イベントによく出展している採用人数の多い会社が人気企業ランキングの上に入りやすいんですよ。それだけで自分にとっていい会社って選ぶのまず危険ですし、人気企業ランキングって出てるとある調査のやつを僕は調べて、オープンワーク上のスコア何点かっていうのを比較してみたんですね。そしたらなんと上位200位ぐらいまで入ってる中の数十パーセントがオープンワーク上で企業スコアが2点台、下位 50% ですね。上位どころか数万社のうちの下の方にいる会社だけど、ほんま大丈夫？人気企業ランキング。人気企業で会社選んでる人、大体就活後後悔してる。これも病気の人は今すぐに治した方が僕はいいと思いますね。2つ目の病気、この病名です。エントリー病。エントリー病。エントリー病。むやみやたらにエントリーしがちな学生が入社後後悔しているケースがあると。オープンワーク上でさっき言った就活に成功した先輩たちの就活体験記を集めてるんですけど、就活時にやった方がいいこと、今自分が振り返ってみた時に就活の時にめちゃくちゃ効果があったこと、第1位が自己分析、企業分析だったんですね。成功してる子は自己分析すげーして最初になんですけど、エントリーちゃんとしようみたいな項目はトップ10にすら入ってなかったんですよ。ナビサイトとかによると、先輩は1社内定するのに50何エントリーしてましたみたいな、こう煽り文が出てきて意味ないですよね。50社エントリーして50社分エントリーシート書いてる暇があったり、企業説明会行くんだったら絞った方がいいです。でも不思議なことに、
エントリーしないと不安になっちゃう人がいるんですよ、うん、これ病気です病気、たちの悪い病気なので、はい、むやみやたらにエントリーしてるエントリー病のあなた、今すぐエントリーやめていただいてもうちょっと自己分析とか企業分析に時間を費やして減らしすぎない方がいいです。やっぱ一定受けた方がいいので、これ大体いいとこに受かんなくて、で入社がやっぱ後悔してる、その時の後悔の理由がエントリー数増やしすぎて労力が分散されて自分が本当に行きたかった会社に受からなかったっていうのはすごい後悔してますみたいな声が多かったです。これちょっと少ないと思うんですけど、アンチインターンシップ病、これですね、めんどくさがってインターンシップに行かない病気だったり、この夏のシーズンで行くと、なんかあってサマーインターンシップに応募してない、周りがしてるじゃないですか、行きっちゃうんですよ。いや俺はサマーインターンシップなんて行かないけどねみたいな10人に1人ぐらいじゃないですか、サマーインターンシップ行ってないことを自慢してるやつ危ない。オーパークのさっき就活体験記分析した時に、まず就活成功してる子たちが就活中やってよかったことの第2位がインターンシップ参加でした。さらに言うと内定取った学生にインターンシップ参加したかどうかを聞くと 72.3% の学生がインターンシップに参加してます。参加してる人の方が内定いいとこ取れてるんですよっていうのがまず一つ。もう一つ、これはどっちかっていうと生きちゃってるサマーインターンシップ本当は怠惰で逃したのにカッコつけて行ってないあなた、インターンシップの参加時期のピークは、まあ、確かに8月なんですよ。だ今もう8月のインターンシップの選考会とかあんまやってないと思います。ただ9月や12月のインターンシップって結構多いんですよ。まあ、ウィンターもそうですし、ちょっとオータムみたいなのもあったりするので、まだ間に合います。まずインターンシップ一回行ってみてください。いろいろ学ぶこと多いと思います。就活友達もできます。で情報が回ってきます。あそこ受けた方がいいよとか。インターンシップってやっぱ多くの学生が参加してよかったって言ってるので、ぜひですねアンチインターンシップ病の方はその病を治していただいてですね、ウィンターインターンシップなどに応募していただくと僕はよろしいんじゃないかなと思います。マネーマネー病、金金金でファーストキャリアを選びがちな人は結構入社後後悔してるケースが多かったりします。入社3年以内で早期離職をしてしまった若手社会人の方に、なんで退職したかっていう一番の理由が、仕事内容や配属、2位は組織の特徴や社風、3位が成長環境やモチベーション、この3つはですねほぼ同率でした。給与とか待遇がミスマッチになってるケースってかなり下位の方でした。なんですけど就活生がオープンワーク上で一番見てる情報って年収なんですよ。それだけで選ぶと結構後悔する可能性あるので気をつけた方がいいですよと。例えば平均年収1000万ですみたいな大手企業とかよく見ると平均年齢が44歳とかだったりするんですよ。今ってベンチャーとかスタートアップだったら30歳とか35歳で1000万とか全然いけるんで、ほんまにそのスピードでいいんだっていう、ベンチャーとかスタートアップってまだ立ち上がって間もないし、そもそも平均年齢が20代とかだったりするんで平均年収は低く見えるんですよ。だけで見ると全然成長できてないし、転職できる価値もなくなっちゃってるみたいなので、初任給が高い会社こそ正義みたいなのはちょっと気をつけた方がいいかなっていう。これ結構僕は多いと思ってるんですけど、はい、チキン病です。チキンってビビるとか勇気がないとか、はいはいはい、そういうなんか用語で使われることが多いんですけど、穴場優良企業を受ける勇気がない病気です。これ最初のミーハー病にちょっと近いんですけど、ミーハー病とは違って別に人気用にそこばっか気になってるわけではないんですけど、全く人が知らない会社ってなんか受けるの怖いとか避けちゃってる人って意外にいると思うんですよ。知名度はないだけどめちゃくちゃ優良企業って、ね、実際いい会社多いんですよ。その就活レポートを見ると前半戦の時に知らない会社だったので優先度を下げて後回しにしてましたと。で後回しにした結果気づいたらもう募集が終わっていて、その結果他の受けた会社も落ちてしまい、今思えば無名企業だとしても自分がいい会社だと思ったところはちゃんと受けておけば良かったですみたいなコメント結構多いんですよ。なので知名度はないけど優良企業は新卒採用の窓口を開けているケースってすごい多いので、恐れずに受けた方がいいかなっていうふうに思っています。有名企業とか入るときは確かにすごいと思ってたけど、いざ社会人になったら結構どうでもよくなってくるっていう、ぜひ就活生の皆さんはランキングとかに踊らされずに自分の軸で見ていただければと思います。
入社後にギャップを生まないためにしておくべき行動ってありますか？まあ、ありきたりですけど、やっぱり一番いいのは OB 用人訪問なんですけど、僕がおすすめしてるのは、これ言い方よくないですよ、活躍してない OB 用人に会いに行けっていうのを、会うのがまず難しいんですけどOB OG 訪問用意されてる社員って実は結構トレーニング受けてるケース多いです。学生からこういう質問来たらこう返せとか、リクルータートレーニングみたいなのが、だからどんな先輩に聞いても御社って仕事って大変じゃないんですかとか聞いたら、もうパンってこう、それに対する質問はこれみたいなプログラミングされてなんで、僕がおすすめしてるのは OB OG 訪問として正式に用意されていない、でも大学のつながりとかサークルとか先輩のつながりとかでその会社で働いてる人を見つけ出して、オフィシャルじゃないとこでご飯行ったりとか飲みに行ったり、オンラインで1時間面談お願いするとかはめちゃくちゃおすすめです。その企業の本質が見えてくるので。2つ目、手前見せなんですけど、オープンアークでもいいですし、何でもいいんですけど、その企業が正式に発信している情報以外の情報を取りに行けですね。例えばその会社の社員が実名で X やってるケースとかもありますし、オープンワークみたいな社員口コミサイトを見るでもいいので、企業を多角的に見た方がいいです。もちろん企業の公式情報は大事なんですけど、人事とか会社から見たらよく見せようとするのは当たり前じゃないですか、なぜなら採用したいから。なのでそうじゃない見方をした時にこの企業はどうなって見えるか、それは合わせた時にその企業の実態が見えてくるので、口コミも含めていろんな情報ソースを活用するっていうのがギャップをなくす上では僕は大事かなと思ってますね。業界とか業種とかいろんなところから企業を決める順番があると思うんですけど、小澤さんどういうふうにお考えですか？人によりますよね。分かりやすいのはやっぱり業界か職種かなと思っていて、最初から自動車業界に興味がありますとか半導体業界に興味がありますとかって、その自分が学部でそれを専門していない限りはなかなか難しいと思うんですよ。特にマーケティングを専門してるとかだったら幅広いじゃないですか。マーケティングやってない会社なんてないんで、まずは合同説明会でも何でもいいんですけど、幅広い業界のことを一日で知れるようなところに行って、自分がなんかピンとくる業界を探してみるっていうのはあるかもしれないですよね。実は食品に興味があるんだとか、自分がどのあたりにくすぐられるのかみたいなのをまず業界軸で見るっていうのは僕は一個あっていいかなっていうふうに思いますね。二つ目がやっぱり職種です。やっぱり今ってエンジニア開発職で頑張っていきたいっていう人もいれば、研究職でやっていきたいとか、文系だとしてもやっぱマーケで専門的にやっていきたいとか、やっぱ今専門特化してるのと、企業も職種別採用っていうのを結構強化し始めて、要は配属ガチャをなくそうみたいなのが増えてきてるので、職種軸で見るっていうのもあると思います。じゃあ学生のうちから何かこう興味のある特定の分野が見つかってるとめちゃくちゃいいですよね。そうですね、僕自身は職種別採用とか職種を最初から絞りすぎること自体は賛成もするし反対の部分もあるので、必ずしもいいとは言えないんですけど、でもやっぱり一個強い武器を持ってるっていうのはいいことなので、一個のこう職種を極めるとか、そういうインターンに参加して、ね、専門性を伸ばしておくっていうのは僕はいいことかなと思いますね。これ本当によく言われることだと思うんですけど、はい、大手とベンチャーどっち行くべきみたいな、もうねこれ永遠の議論だと思うんですけど、どういうふうに考えていけばいいですかね。人によるなんですけど、本当にそうですよね、つまんないって多分コメント欄に書かれそうなんで、はい、あえて行きますよ、はい、あえて、はい、大手です。大手、はい、あえてよ、うちベンチャーだから確かに人による前提です、はい、なんですけど、大手が面白いって最近思ってて、かなり変化してます今。海外の投資家からの圧力とかもあって、財務指標とか経営指標をちゃんと改善していこうっていう動きがあった。日経平均もね、今本当にバブル期以降最高値とかをこう出していて盛り上がってたりしますし、それに合わせて人材獲得競争っていうのも、もうめちゃくちゃ今コンサルとか奪い合いになってますし、はい、採用ができなくて倒産してる会社も今増えてるぐらいなので、働き方だけじゃなくて報酬水準とか働きがいのところも目を向けていこうって会社、大手こそ増えてるんですよね。古いメーカーの会社は今初任給一気に上げたりとかすごいし始めていたり、キャリア採用も結構力入れて会社にダイバーシティ、今までにはいなかったような外部の人材も増えてきて会社として活性化してたりとかしていて、26卒とか25卒っていう点でいくと意外に大手面白いんちゃうかなって思ったんですね。ただベンチャーやっぱりいい会社多いんで、はい、ベンチャーもおすすめです。キャリアプランの立て方って新卒迷う人いると思うんですよね。面接でキャリアプランって聞かれて、働いたことないのに分かんないよってみんな思うと思うんですけど、就活生時代にどうやって考えればいいんだろうっていう。
面接における回答と自分でちゃんと持つキャリアプランちょっと違うかもしれないんですけど、はい、面接においてっていうところで行くとやっぱりその会社のことをよく知って、その会社で働いてるとどんなこう仕事ができるかとか、どんな能力を手に入れられるかとか、どんなやりがいがあるかって分かるはずなので、それに思いを馳せながら自分のキャリアとかをこんな風に御社で活躍していきたいんですっていうのが言えた方が僕はいいとは思います。ただそれも含めて自分にやっぱベースがないといけないと思うんですけど、僕がよく言ってるのは to do じゃなくて to be でいいんじゃないかっていう話をしていて、こんなことをやっていきたいとかって学生の時点で僕ほぼないんじゃないかなと思う。いろいろ言えると思いますよ。半導体で世界を変えたいんですとかいろいろ言えると思うんですけど、ほんまかと、それ人生かけてそれやりたいかって言われた時にうんって言える人って結構少ないと思うんですよ。なんで何をやりたいかよりもこうありたい、何をやっているかは分からないけれども、仕事において誰かからこうありがとうって言われるような仕事を常にしていたいとか、報酬だけじゃなくて家族とか自分の人生も豊かにするような働き方を維持していたいとか、どうありたいかみたいなこととか、そういうことを思っておくとそこからトゥードゥが絞られていく、このが社会貢献性高いよねとかな。まあ、あんまり何をやりたいかっていうところに固執しすぎず、人生においてやっぱこういう生き方をしておきたいとかっていう to be を今の時点では描いておくのがいいかなっていうのを。もう一個はキャリアプランもすぐ変わるので、子供ができたりとか大事なパートナーができたりとかすると人生での優先順位とか変わってくるので、キャリアプランだけじゃなくてライフプランも一緒に描く。ライフプランとキャリアプランって接続されてるので、この両面を定期的に描き直すっていう方が大事かなと思いますね。ライフプラン考えたことないかもしれないです。ないよね。何歳の時に子供ができて、何歳の時に家を買いたくてとかやると必要なお金とか出てくるんですけど、その時にじゃあ自分はどんぐらい年収あればいいかとか、まあ、ライフの方も一緒に考えると僕はいいかなと思いますね。合同説明会の時でもし全部面白いって思った場合と、逆に全部面白くないって思った場合、どういう風に職種選びとかしていいのですか？全部面白いと思った場合は僕はもう全部受けに行った方がいいと思います。見極めてもらうっていう考え方もあって、受けてみた結果落ちる業界と落ちない業界が出てくると思うんですよ。バリューチェーンが全然違うので、その人に合う業界と合わない業界ちょっとあるんですよ。コツ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 積み上げていくような方が得意っていう人は、そういうバリューチェーンあんまりイレギュラーが起こらず毎日ルーティンをやっていくことで会社がしっかり回っていくっていう業界の方が合いますし、そうじゃない人はそうじゃないので、面接受けてみて落とされたら自分は好きなんだけど合わなかったんだなぐらいに使うのも僕はありかなと思いますね。全部合わないって思った人も逆で全部受けてみた方がいいと思っていて、食わず嫌いの可能性あるので、あんま多く受けなくていいので、各業界1社ぐらいでいいからちょっと先行進んでみたら、人と話してみたら、この会社にいる人たちって俺と似てちょっと性格悪そうなやつ多いなみたいな、ちょっとじゃあ合うかもみたいなとかで自分の合う合わないって見えてきたりするので、そのパターンが一つ。もう一つは起業でしょうね。どの業界も興味ねえってなったら自分でやるしかないですよね。いずれにしても受けてみて合う合わない相手に決めてもらうっていうのは迷ってる人とかにおすすめしてるやり方ですね。じゃあもし自分が志望している業界が向こうから合わないっていう風にされちゃった場合、どの業界を受ければいいですか？パターン2つあるんですけど、受け続けるか変えるかなんですけど、受け続ける場合は自分のどこが課題かっていうのが明確になっていて、それが後から可変できる要素か、例えばそれが割と幼少期の頃から積み重なってきた地頭みたいなのが必要とされる業界で、地頭がないみたいな評価された時は今から改善するのは結構難しい可能性があったりするんですよ。そういう時は自分のやっぱ得意を生かした業界の方に行った方がいいかなっていうのが思います。ただ一方でコミュニケーション能力みたいな、僕今はもうあんま上手いとは思ってないですけど、もともと新卒の時ってお前の話し方般若心経みたいだな、世界一プレゼンが下手なコンサルタントだったんですよ。でもコミュニケーションって改善できるんですよ。僕は何を見て勉強したかで言うと、ひたすら落語、プロの落語家ってめちゃくちゃ勉強になるんですよ。コミュニケーションって実は変わるかもしれないので、可能性があるんだったら僕はその業界にこだわり続けて受けるはいいと思います。
はい、というわけで今回はオープンワーク社長の大沢さんに企業選びで失敗しがちな学生の特徴を聞いていきました。じゃ最後に26卒の学生に向けてメッセージいただいてもいいですか。はい、5つの病気を今日は紹介してきたんですが、それ以外にも多分就活生が陥りやすい罠とかってすごいたくさんあると思うので、ぜひ旬ダイアリーの過去の動画とかいろんな情報を見ていただいてですね、陥りそうな罠を先に回避することで賢くですね就活進めてもらえていいんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。オープンワークの情報は概要欄の方に貼っておりますので、詳しくはチェックしてみてください。また旬ダイアリーでは就活相談をしたい学生さんだったり、この動画に出演してくださる学生さんを募集してます。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーでは無料の就活相談を実施中です。やりたいことがわからない、就活が辛い、どう進めていいかわからないなど、どんなお悩みも私たちが解決します。実際に多くの方から相談してよかったという声をいただいています。詳しくは概要欄をチェック。たくさんのご応募お待ちしております。